なるほど。どうもフルザルと申します。今回はメダル上限について解説していこうかなと思います。こういう解説系はショート動画メインだったんですけれども、横動画でもね、撮っていこうかなと思います。第1弾はメダル上限ということで、まあ特にもう他言うことないんで早速見ていきましょう。レッツゴー。 1000-7 はもう東京グールもかなり昔の作品に感じますよね。もう怖いわ。はい、じゃあね、それでは解説していこうと思うんですけれども、今回の動画で皆さんに覚えて帰ってほしいこととしては、1、メダルでの強化には上限があるということ、2、サポートを利用してほぼ気絶無効状態を作れること、この2点ですかね。まあ2つ目に関しては上限の話とはちょっと離れたものにはなっているんですけれども、一応ねご紹介していこうかなと思います。まず1つ目から、メダルの画面からどのメダルでもいいんですけれども選択していただいて、そこにある上限の部分ですね、こちらをタップ。いろいろ出てくると思います。攻撃力最大 70% 増加だとか、ダッシュ速度最大 40% 増加とか、まあいろいろバーって書かれてるんですけれども、こんな風にメダルで強化しようっていう風に思っても、このゲームでは上限があるんですよ。これによって何が起こるかっていうと、例えば俺マジで敵 KO しまくりたいから、攻撃力増加の特性を3枚のメダル全部につけて、もう防御力体力とかもうそんなん知らん、攻撃力超増加の殺戮メダルをつけてやるぜみたいな、そういったことができなかったり、ちょっと前に来たファルコンメダルこれ3枚つけて、ダッシュ速度 18×3 だから 54% 増加にしてディフェンダー泣かせてやるぜっていう、そういったことができなかったり、もうロジャーの気絶超うざいから気絶時間短縮のメダルをいっぱいつけて気絶無効のキャラを作り出してやるぜみたいな、そういったことができないんですよね。メダルの持つ固有特性、タグ効果、強化内容全て含めて上限までいけばそれ以上のものは反映されません。残念ながら上限を超えた強化内容っていうのは全部無効になっちゃうんですよね。じゃあ例えばメダルによってキャラの火力を上げたい場合、最大攻撃力 70% 増加だけなのか、上限ですね、これだけなのかっていうと、そういうわけではありません。先ほどの例におけるそれぞれの対策法というか、まあ緩和法ですね、見ていこうかなと思います。まず攻撃力に関してなんですが、リーグ終了時に獲得できる攻撃力が160増加するみたいな具体的な数字で書かれたメダルをつけることによって、よりキャラの火力を上げることができます。また固有特性だとかタグによって発動するよだめ増加っていうやつですね、これにおいても火力を上げることができますね。なのでメダルによって火力を最大限生かそうっていう風に思った場合、1、攻撃力最大 70% 増加を揃える、2、攻撃力300増加、3、よだめ 30% 増加、これらをできる限り揃えてやるっていうのが理想です。優先順位としてはまあこの順番通りっていう風になりますね。攻撃力丸々パーセント増加っていう、まあなんちゃらパーセント増加メダルの方が160増加とか120増加みたいな、まあ具体的な数字で書かれているものよりほぼほぼ恩恵得られる可能性は多い、高いですというか、ことが多いです。例外はあるんですがね。2つ目のダッシュ速度増加、これに関しては申し訳ないんですが、正直対策法はありません。ダッシュ速度 40% 増加っていう、もうここに書かれているものが上限になってしまいます。ただメダルでのダッシュ速度増加っていうものと、キャラでのダッシュ速度増加特性っていうのはもう全くもう別のものとして考えられるんで、ディフェンダーをまあ泣かせたいっていう、まあディフェンダーをダッシュ速度増加とかでもう泣かせたいぜっていう方は、ダッシュ速度増加特性豊富なキャラ、ウソップだとかまあオロビとかになるかな、そういったキャラにダッシュ速度計 40% 増加になるようなメダルをつけたら、もうめちゃくちゃ早く旗をダッシュすることができると思いますね。てかもう今はもうロジャー使えば大体ディフェンダーは泣いてます。で、最後3つ目、ロジャーの気絶対策についてなんですが、これはまあ大きく分けて3通りですかね、それぐらいやり方があります。1つ目は気絶確率無効、キザルとかのメダルですね、こういったメダルを3枚つけると無効になる確率が高いです。 30%30%30%。 ただこれは正直あんまりおすすめできませんね。タグとか揃わないし、やるのは YouTuber だけでいいです。で、2つ目はキャラの持つ特性、サンジとかクラッカーとかが持つ状態上短縮、こういった特性があったらメダルで気絶時間短縮 20% 以上のものを1つつけてあげるだけで、基本的にストレスフリーで使うことができます。要するにまあ 80% もともとキャラが持ってるプラスメダルでその 20% のものをつけてやったら、まあ基本パーセントは足し算できないんですけれども、まあ、バウンティーにおいては結構、足し算も OK という感じで、80+20で 100% 短縮なんで、まあほぼほぼ気絶は食らわない状態を作り出すことができるって感じです。
で最後3つ目はサポートを利用するっていうやり方、これが最初に言ったあの2つ目の内容になってきます。ロジャー海賊団ですね、これを合計600レベルになるまで揃えてあげると状態以上の効果時間を 30% 条件付きですが短縮してくれます。これに気絶時間短縮の上限である効果時間 70% っていうものをメダルでつけてあげると、どのキャラクターもまあ 70+30 で 100%、まあ、どのキャラもその 100% 短縮ってことでストレスフリーで、対策することができます。今いろんな YouTuber の方が気絶無効みたいな感じに出してるのは、まあ、これを使ってるっていう風に考えていただけたらなって思います。だいたいこんなところですかね。少し寄り道をしてしまったのは申し訳ないんですけれども、 とりあえずメダルでの強化内容には上限があるっていうことと、ロジャー海賊団サポートを使うことによって実質特定の状態以上を無効化できるっていう、この2点さえ覚えていただけたら、もう今日は、別に特に何度か何度かなっていうふうに思っています。まあロジャー海賊団持っている方はあまり多くないと思っているんで、自分だったらまあロジャーが旗を抜いた後火力で押し切るために攻撃ぶりにするっていうふうに、してるかな。現実的ですかね、それが一番。まあ他にも何かわからん部分とかあったら、コメント欄で聞いてください。まあ多分答えられるのかなと思っております。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。またなんかこういう動画見たいみたいになったら、ぜひぜひ、お待ちしております。ではバイバイ。はい、じゃあ最後にね、ロジャー海賊団サポートと、あと気絶時間短縮のメダルをつけて、まあ3パターン目ですね。これをつけたジャックつけて、ジャック使って遊んでいこうかなと思います。よろしくお願いします。場所はウォーターセブンですね。どうしようかな。とりあえず、ヤマトが先陣切って頑張ってくれてるね。まあ、とりあえずどうしようかな。C 地点にふんふんやりに行ってもいいんですが、ちょっと待機してた方がいいかもしんないね。カムサリで飛んでくるか。ここぐらいか。一発二発。はいはい。で、ここでスキルに打っといて。はい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 。久しぶりに使うジャックはなかなかに楽しい気するんですが。オッケーオッケー。大丈夫大丈夫。ここじゃあスキル1打っといて。あー、まあまあまあ、いいでしょいいでしょ。ここ。あー、オッケーオッケーオッケー。しゃあないね。まあでも2-1はちょっとしんどいな、さすがにね。いや、どうしようかな。ナイスバジュラング。ちょっとじゃあ、6番さんかな？違う。一発、一発二発、一発二発。はい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 。強いね。一発、ここは食らおう。大丈夫だね。で、ニカに攻撃してもらいの、いや、どうしようかな。真ん中の方に行った方がいいかな。じゃあ、ここパオン合わせといて。ナイス？あれ？強いぞ、パオンが。ちょっと待ってくれ。じゃあ、あそこはゾロに任せといて、自分はそっちのサポートだね。ベティちゃんか。あそこは無効になってるんで、一発。あー、ナイス KO。ナイス KO なんだけど、これ後ろ守ってた方がええかな。いやー、どうしようかな。ベティちょっと厄介だよね。ちょっとじゃあ、後ろ下がろうか。で、ゾロとちょっとバトンタッチしながらっていう風にしていこうかな。ここ。じゃあこっちで気絶無効つけといて、行くと見せかけのっていう風にしたかったんですが、まあ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 、いいでしょいいでしょ。じゃあここフンフンしといて、はい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 。